この動画では追加費用をかけずに収量 1.5 倍にできるミニトマトの栽培方法をお話します。これがですね、僕が 1.5 倍どころか 1.7 倍ぐらい取れると言ってる理由なんですね。2本仕立てを失敗しないためのコツをお話します。それはズバリ、これはですね、僕には僕なりの考えがあってのことです。はい、サラリーマンが農家になってみたの片本です。いつもご視聴ありがとうございます。早速ですが、今日は追加費用をかけずに収量 1.5 倍にできるミニトマトの栽培方法、2本仕立てについてお話します。僕は新規就農してから4年間全てのミニトマトを2本仕立てで栽培してきました。特に農業を始めたばかりの頃って、できればお金はかけたくない、そしてかけれない、でも収益はしっかり上げたい、僕もそうだったんですが、そういった方って結構いらっしゃると思うんです。そんな方におすすめの栽培方法になります。この2本仕立てを使って上手に栽培できるようになると、1つの株、1つの苗ですね、そこから 1.5 倍以上のミニトマトを収穫できるようになります。1.5 倍以上収穫できるようになるんですが、やったことない方はですね、やはり定番の1本仕立てで仕立てようか、はたまた別の仕立て方をしようかと悩んでいる方、意外と多いです。今日は2本仕立ての基本的なことを解説するとともに、実際僕が4年間やってみてお伝えできることを全てお話します。この動画を見ると、1つの株からミニトマトの収量を 1.5 倍にできる2本仕立てのことがわかります。そして2本仕立ての注意点や気をつけることなど、失敗しないためにどんなことをすればよいのかというところまでお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはまるで直接農家に話を聞きに行ったみたい、そう思ってもらえるチャンネルを目指して情報発信をしています。この動画を見て今後も農家のリアルな話を聞きたい、プロ農家のノウハウを知りたいと思った方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まず皆さんに知っていただきたいのは、2本仕立てというのはどちらかというと短期間に集中的に収穫したい、そういった方に向いている営農スタイルということです。皆さんご存知のように、日本というのは南北に長い国ですので、北と南では気候ですとか気温、こういったものが大きく変わります。冬でも農業ができる地域もあれば、冬になると雪が降ってしまって、ほぼ全くですね、農業できなくなってしまう、そんな地域もあります。ということは、長期間栽培収穫できる地域もあれば、できない地域もあるということですね。僕は北海道でミニトマトの栽培をしていますが、特別なですね、加温器ですとか、いわゆる暖房の器具ですよね、こういったものを持ってませんので、余計にですね、短期集中で収穫する必要が出てきます。ですから、短期間で収量 1.5 倍にできるこの2本仕立てというのは、とてもメリットのある栽培方法になります。さらに品種によっても生育の安定性といったものに差が出るんですね。僕はですね、甘くて美味しい、とても魅力的なミニトマト何種類も育ってますけども、その中にはですね、ちょっと生育に安定性が欠けるなという品種も入ってるんです。今日は2本仕立てのメリットや気をつけておくこと、僕の知ってることをお話しますけども、特にプロ農家はですね、収益性や業務効率も合わせて考える必要がありますので、ご自身の収納スタイルに合わせて仕立て方を考えることをお勧めします。それでは本題に入ります。まずミニトマト栽培における2本仕立てってどういうものですかというところからですね。もちろん2本仕立てを知っている方はですね、このパートを飛ばして次のパートからご覧いただければと思います。2本仕立てを説明する前に、1本仕立てってないのって思う方もいらっしゃいますよね。もちろん2本仕立てがあるならば1本仕立てもあります。1本仕立てというのは主茎になるですね、1本の茎をどんどん伸ばしていく、そういった仕立て方になります。一番ですね、メジャーなというかポピュラーな仕立て方で、これはですね、例えばプロ農家さんであれば、長期栽培、長期取りするような農家さんですと、一本仕立てを選択すること多いですし、あとは家庭菜園を楽しむ方、家庭菜園では一本仕立てで仕立てる方、非常に多いのではないでしょうか。木の先端の、いわゆる成長点という部分ですね、この成長点をハサミなどでカットせずに、摘心せずにですね、ずっと伸ばしながら長期間栽培収穫していくときによく使われる仕立て方です。それでは2本仕立てはどういうものかというと、種子以外にですね、メインの茎以外に脇芽をもう1本伸ばして2本でスッと伸ばしていく、こういう仕立て方になります。茎が2本になるので2本仕立てと、そのままですね。本来であれば1本の種子を伸ばしてですね、栽培して収穫するというところに2本の茎でですね、収穫するわけですから、実もその分たくさんつきますし、収量がどんと増えるというわけです。もともとは1つの株から茎を2本に仕立てる育て方になるので、苗代はですね、1本仕立てと変わりません。出費は増やさずに収量だけ増やすことができる、そういう栽培技術です。ですからコストをかけずに収量だけ増やしたい、そういった方にはおすすめできるのが2本仕立てなんです。それではどこの脇芽を伸ばすのがいいのか、よく言われているのはですね、第一花房直下の脇芽です。
基本的にですね、花房直下の脇芽というのは他の脇芽と比べるととても勢いがあります。これはですね、見ればすぐに分かるぐらい違いがあります。その中でも第一花房直下の脇芽というのはとても勢いがあります。もちろんですね、第二花房、第三花房直下の脇芽も使えるんですけども、上に上がっていけば上がってしまうほど側枝につくですね、花房の数が減っていってしまいますので、そういった観点からも第一花房直下の脇芽がおすすめです。おそらく皆さんが一番気になっている本当に 1.5 倍収穫できるのということについてお話します。結論を言うとですね、これはできます。というか 1.5 倍よりももっと多く 1.7 倍とかそれぐらい取れるんじゃないかと僕は経験上思ってます。反対に種子と側枝2本で仕立てるわけだから収穫量も2倍にならないの、そう思う方もいらっしゃいますよね。その辺についてもお話します。何を根拠に 1.5 倍とか 1.7 倍とか2倍にはならないとか話してるのかというと、これですね、花房の数なんです。僕が最も作っている愛子を題材にして言うと、愛子の場合ですね、種子に7段の花房がついた時というのは側枝、脇芽の方ですね、側枝には5段から6段ですねの花房がつきます。種子に8段の花房がついた時というのは、大体ですね、側枝には6段、ついて7段と、こんな感じなんですね。つまり側枝につく花房というのは種子に対してマイナス2、マイナス1、これぐらいの数の花房がつくというわけです。これどうして種子と側枝の花房の数が違うのかというと、第一花房直下の脇芽を伸ばした場合、種子のですね、第二花房と第三花房のちょうど間ぐらい、ここにですね、こう側枝の第一花房が来るんですよね。ですからどうしても種子に対して花房の数がですね、マイナス1、マイナス2という形になるんです。花房の数だけで言えば種子と側枝の合計の分だけ収穫できるわけですから、種子だけの時に対してですね、1.7 倍以上取れると言っていいと思います。これがですね、僕が 1.5 倍どころか 1.7 倍ぐらい取れると言ってる理由なんですね。そして花房の数自体が種子と側枝でイコールにならないわけですから、2倍は取れませんよというのも、これが理由です。2本仕立てをすることで養分は分散されるので、1本仕立てをするよりも実の数が減ったり、実の大きさがちょっと小さくなったり、そういったこともあるかもしれません。僕は1本仕立てで栽培したこともないので正確には分かんないんですけども、それでもですね、 1.5 倍は取れると言っていいと思います。2本仕立てを失敗しないためのコツを話します。それはズバリ追肥です。茎を2本にして育てて、その両方の茎に実がつくわけですから、その分肥料分の消費というのは激しくなります。特に注意をしなければいけないのは、実がつき始める時期からは狩りの消費が大きくなるということです。収納以来悩んでいたこの実がつき始める時期からよく出てくるですね、成長点付近の葉が枯れたような症状、これはですね、狩り不足が原因じゃないかなと、去年ですね、気づきました。このパートでは追肥のタイミングと僕がどのように追肥をしているのか、やり方ですね、この2点に絞ってお話をしていきます。2つとも専門家や親方の指導やアドバイスをもとに昨年から導入したやり方です。とても効果があったのでシェアします。ただ去年1年しかまだやってないので、参考情報程度に聞いていただければと思います。まず専門家の指導で変えたところから共有します。去年僕はですね、3段目の実に色がつき始めたところで固形の肥料で追肥を入れました。僕がお世話になっている専門家の方が言うにはですね、3段目までは元肥で、そして4段目以降の実は追肥で育てていくというんですね。ではなぜ3段目の実に色がついたタイミングで追肥を入れたのかというと、4段目の実をですね、大きく太らせていくにはですね、4段目の実に色がついたからでもう遅いんですね。やはり肥料は入れてから効くまで少し時間がかかるので、それで3段目の実に色がつき始めたところで入れたというわけです。ここが大きなポイントになりますね。次に親方のアドバイスをもとに実践したことを共有します。それは窒素分が全く入っていないリン酸とカリだけが入っている液肥を3回の灌水のうちに1回入れるようにしたということです。リン酸もカリもですね、実の生育には非常に重要な栄養素で、特にカリはですね、実がつき始めてから大量に消費されます。2本仕立てだと実も増えるのでなおさらですよね。いわゆる普通の肥料ですと固形肥料液肥問わずですね、多くの肥料っていうのは窒素リン酸カリということで窒素が必ず入っちゃいますよね。でもですね、速効性の高い液肥に窒素分が入っていると、この窒素にですね、過剰に反応して木がうねっちゃう、そういう品種が出てくるんですよね。僕はですね、1棟のビニールハウスの中に約10品種のミニトマトを育てているので、細かい管理っていうのができないというか非常に難しいんです。その中でも窒素分の管理というのは課題の一つでした。
そこでですね、液肥はですね、窒素分がすごく低いもの、または全く入ってないものを流すようにして、窒素の補給は固形肥料で補うようにしたんです。僕は最初の3年間は灌水の時に窒素、リン酸、カリ、この3つが全て入っている液肥を流しました。ただこの液肥ですと品種によっては速攻性がありすぎて効きすぎちゃうんですよね。ですからメーカー推奨の倍率よりもさらに薄めて使ってたんです。ただですね、薄めすぎちゃうと今度は本来入れたかった肥料分が入らないという課題に直面したんですね。ですから僕の場合は通常の灌水では窒素分の低い液肥を流すこととして、固形肥料で窒素分を補うようにしました。そして実がつき始める時期からはとても重要になってくるリン酸とカリ、これはですね、それだけが入っている液肥を流すことで対応したんです。ちなみにですが、大前提として僕は陽明散布はきちんとやっています。ただ僕の意見としてはですね、陽明散布はすごく重要な栽培技術なんですけども、人間の食事で例えるならばサプリメント補給のような位置づけで、きちんとした食事というのはやはりですね、根っこから吸わせると、ここが重要だと思ってます。ですから根から吸わせる追肥、これをですね、基軸としながら、補助として陽明散布を使っていくと、こういう考え方で今はいます。それでは最後にお金の面以外ですね、こんな方に2本仕立てはおすすめできますよっていう話をします。冒頭にも話しましたが、僕はですね、収納してから4年間全てのミニトマトを2本仕立てで栽培してきました。これはですね、僕には僕なりの考えがあってのことです。今年も全てのミニトマトを2本仕立てで栽培する予定なんですけれども、これにはですね、僕の収納地の栽培環境ですとか気候、こういったものが大きく影響してます。農業は当然ではありますが、農作物を販売してですね、それをお金に変えて収入を得る、こういう職業です。そしてですね、作物には栽培のシーズンといったものがあります。特別な設備を持ってない限り、その地域のですね、栽培の旬のシーズン、ここで栽培することになりますよね。僕の収納地の北海道は収穫のメインシーズンはですね、7月と8月の2ヶ月です。特別な設備を持ってない限りは6月の中旬ぐらいから収穫が始まって、9月の上旬から中旬、遅くてもですね、9月の下旬には収穫終了している方が多いと思います。ですから1本仕立てで長期取りをするよりもですね、2本仕立てで短期間にぐっと集中して収穫しきっちゃう、このスタイルの方がですね、僕には向いているということになります。僕の地域ですと8段のミニトマトを全部収穫するのに、ざっと言うとですね、2ヶ月ぐらいですかね、収穫始まってから2ヶ月ぐらいでだいたい8段のミニトマトを取り切ります。でも2本仕立てにすると種子に8段つくということは即死にだいたい6段ぐらいつきますから、14段のミニトマトを同じ期間内に取れるということになるわけです。もしですね、僕の地域で14段のミニトマトを1本仕立てで取ろうとすると、3ヶ月どころか4ヶ月ぐらいかかっちゃうかもしれませんね。9月中旬以降は気温もぐっと下がっていくので、もしかするともっとかかるかもしれません。そうするとですね、どんどん色づきは遅くなって、毎日収穫することできなくなりますし、9月の中旬以降となると結露もかなり出るので、実がものすごい割れるんですよね。そうすると収益性ですとか作業効率の面を見てもですね、ぐっと下がってしまうわけです。栽培面でいうと選択する品種というのもすごく大事になってくるので触れておきます。この動画の中で例に出したアイコというのはどちらかというとというよりもすごくですね、安定して育てられる品種です。でも反対にですね、すごく気難しい品種というのもあるんですね。栽培している途中でですね、生育不良というか、奇形っていうふうに言ってもいいかもしれません。そういう状態になるものもあるんです。ひどくなるとですね、成長点が消えたりするので、そうなるとミニトマトはもうそれ以上伸びることできません。こういうことになる前にですね、日本で仕立てちゃって一気に取り切っちゃいたいというのも狙いとしてあります。傾向としてはですね、赤いミニトマトよりも黄色とか紫とか緑とか、そういうちょっとですね、色のついているミニトマトだったり、あとはですね、甘さとか食味ですよね、こういったものを前面に押し出しているような品種で出る傾向があるなというふうに思ってます。僕はですね、こういったちょっと珍しい品種も育てるので、やはりですね、一本仕立てよりも短期間で取り切っちゃう二本仕立ての方が安心安定するんですよね。今日は追加費用をかけずにミニトマトの収量 1.5 倍にできる方法として二本仕立てを紹介してきました。とはいえですね、一本で仕立てるのか、それとも二本仕立てを導入してみるのか、はたまた別の仕立て方をするのか、ここはですね、結構悩むところだと思います。僕が今日挙げたポイント以外にもいろんな視点があると思いますので、もしよかったら僕のこの動画を参考に様々な視点から考えてみてください。それでは今日のまとめをします。今日ご紹介した2本仕立てですけども、まず2本仕立てというのは種子と脇芽をもう1本伸ばした側枝、この2本で仕立てるやり方ですね。2つ目に選ぶ脇芽というのは第一花房直下の脇芽がおすすめです。そして3点目は特に実がつき始めてからの追肥、ここに注意です。
そして最後4点目は栽培地域の環境や気候、ここをよく考えるということでした。失敗しないためのポイントとしてはやはり追肥ですね。このタイミングとやり方です。3段目の実に色がつき始めたら追肥をするというこのタイミングと、実がつき始めて以降は特に狩りの補給についてよく考えるということでした。ミニトマトの栽培については過去にもいろいろ動画を出してます。甘いミニトマトを作るコツから品種の選び方、細かい栽培ノウハウやミニトマトジュースの作り方までいろんな動画出してます。再生リストにまとめてあるので概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。このチャンネルはまるで直接農家に話を聞きに行ったみたい、そう思ってもらえるチャンネルを目指して情報の発信をしてます。この動画を見て農家のリアルな話やプロ農家のノウハウをもっと聞いてみたいなと思った方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の紹介まで、さよなら。